はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、こちらこの達人ノーブの中でもこの宝珠ね、はい、初心者の皆様、宝珠って一体何ぞね、宝珠って何を取ったらいいのと悩んだことはありませんか。まあ宝珠って一体何なのっていう話からなんですが、宝珠は各ステータスを上げたり、そして状態異常、属性耐性の効果を上げたり補ったり、バフをかけたり、さらにはバフの効果を延長したり、まあ、唱える呪文とかの詠唱時間を短くしたり、各職業の特技のダメージを上げたり、特技の成功率を上げたり、といった戦闘をかなりね有利に運んでくれるシステムとなっております。まあ、人によってやる職業、扱う武器は様々なので、おすすめする宝珠っていうのは違うと思います。そして全職やる、そして全武器を扱う人にとっては宝珠全部ね必要な部類となっておりますが、やっぱりね初心者さん、始めたばっかの人ね、そんなに宝珠取れねえよ。宝珠を取るためのアイテム、宝珠の香水がなかなかなくて取ることできねえよといった方はやっぱりいると思うんで、この宝珠最低限ね、この宝珠を持っておけっていうね、宝珠を15選ご紹介していきたいと思います。今からご紹介する宝珠っていうのが、扱う職業、扱う武器によっていらないよっていうものではなく、全職業、まあ、特にね始めたての方おすすめの宝珠となっておりますので、まあ、よければね参考にしてみてください。宝珠の取り方なんですが、まあ、基本的にモンスターから取ることになります。宝珠を落とすっていうものをね、モンスター各種決まってるんですよね。甲冑割からは鉄壁の封印ガード、キラーブーンの極意、石つぶての極意といったモンスターによって決まってます。もちろんモンスター別で、被ってる宝珠もあります。最もね宝珠を集めやすいのがこれ、強制士の書の試練の門。これね、レベル上げ、初心者の皆さんレベル上げにねすごくね重宝するね、コンテンツだと思うんですけども、宝珠を集めるのもすっごいいいコンテンツとなっております。これなので毎週必ずね、レベル上げの目的もあるんですが、宝珠集めとしてね必ず毎週行った方がいい。そしてコインボス、コインボスはほとんどがハテナハテナとなっております。これはなぜハテナハテナかというと、ランダムでどれか出ます。まあ、決まってるものもあるんですけど、デュランカなんかは、武神の合法の極意と技巧とかなんですけど、基本的に、ボスからはどの宝珠もランダムで分け隔てなく出ます。ただし練習札とかからは出ませんのでご注意ください。さあそんな宝珠の中で、炎、水、風、光、闇とございますが、その中で今日はねこの闇の力はご紹介しません。まあ、っていうのは武器スキル、人によってはね扱わない武器もあると思うので、まあ、これはねちょっとね今日は省きます。そして光の宝珠なんですが、これも職業に対しての固有スキルの宝珠となっております。固有スキルのね、なんですが、まあその中でね、まあ、これはね持っておいてもいいんじゃないかっていうものをねいくつかご紹介していきたいと思います。で今日はそれ以外の炎、水、風の中で、この大まかね、この3つの中から必要宝珠、おすすめだよっていう宝珠をご紹介させていただきたいと思います。はい、まず1つ目は炎から、で腹痛の闘志の宝珠です。まあ、見れば分かる通り、最大ヒットポイントが、まあ、レベル1ごとに2上がっていきます。最大でヒットポイント12も上がる優れものの宝珠となっております。ドラゴンクエスト10はとにかくヒットポイントを上げないと、ダメージで即死ダメージを食らって死んでしまうね。このヒットポイントが2上がることによって生き延びたっていうパターンもあります。なのでとにかくヒットポイントを上げることが重要なゲームとなっております。この腹痛の闘志かなりおすすめ。まあ入手ポイントとしては最初からねこれヒットポイントもらえると思うので、それはちょっと省きますね。どうしても知りたいよという方は下に落とすモンスター書いてありますのでご参考ください。はい、続いて深淵なる H、 最大 MP が5増えます。6まで振ると
30増えますね。まあ、特に最初の方の初心者さんは MP が枯渇することが特に多いと思うので、この宝珠かなりおすすめです。取得方法のおすすめとしてはこちら、稲の実街道の、ダークペルシャがおすすめです。まあ、弱いし、何より炎の宝珠を取れば確定で取れます。そしてここで宝珠を取る時のおすすめなんですが、できるだけ魔物使いか遊び人で仲間呼びをできるような職業で来てください。まあ、もちろん乱獲でも取ることができるんですけども、こういうふうにね、一旦一旦ね戦闘をして、っていうこともできるんですが、これよりも、まあ、魔物使い遊び人でこういう風に獲物呼びを呼んでモンスターを増やして倒した方が、まあ、一匹一匹に対してね判定があるので、こういう風にね魔物使いもしくは遊び人の口笛でねモンスターを増やしてやっていった方が取れる確率は高くなっていきます。はい、続いてこちら、素早さが上がるイダテンの足、1レベルずつ上げることによって5ずつ増えてきます。全部で素早さ30上げることができます。素早さってそんな大事なステータスなんですかって思う方、はい、これ結構大事なんですよ。素早さが何になるかというと、こちらね、コマンド、まあ、特技とか戦うとか呪文とか選ぶこのコマンドはね、一度行動すると、まあ、数秒ちょっとね消えてパッと出てきますよね。素早さが高ければこのコマンドが早く出ます。素早さが遅いとこのコマンドがねちょっと遅く出ます。まあ、特にヒーラーやってるとちょっと回復する時間が足りない、早くコマンド出てきてくれと思った方、ヒーラーやってる方ありませんか。この素早さが高ければ高いほどこのコマンドがね早く来るので、素早さが高い方がねいっぱい行動できるので、できれば素早さを上げた方がいいと思います。はい、そんなイダテンの宝珠を取る相手がこちら、このダーティーラビッツ、ウサギちゃんね、このウサギちゃん、はい、炎の宝珠を取れば確実にイダテンの足が取れます。まあ、他にも生息場所としてはザクマンとかカミハルムイリョウキタだとかオルセゴコーチとかいるんですが、まあ偽りのディフェル、まあ、コンテンツガイドでピラミッドから南に下っていけばダーティーラビッツこんなにいます。はい、続いてこちら、先見の眼、三河市立が、まあ、1レベル上げることによって 0.2% 上がります。そして全部上げることによって 1.2% 上がります。まあ、物理系の攻撃だとか通常攻撃だとか物理系の属性系の特技をね、見交わすことができます。ただし呪文やブレス、まあ、物理系以外の特技は回避することができませんので、それだけご注意ください。まあ、先ほどの素早さと結構深く関わりがあって、素早さが100上げることによって 1% の見交わし率が上がると言われております。まあ、ただこれを上げることによって素早さが上がるっていうわけではないので気をつけてください。はい、そのね宝珠を落とすおすすめのモンスターがこちら、この烈火の渓谷のブッチズッキーニャ。この子は炎の宝珠が落ちれば先見の眼確定でもらえるのでブッチズキーニャおすすめなんですが、はい、こちら氷の領海にいるスライムブレス、これもなかなかおすすめなんですよ。まあ、っていうのが、はい、ドン、まあ、先見の眼も取れるんですけど、神業の手、まあね清さが上がるのです。まあちょっとね赤の宝珠、まあ、炎の宝珠が2つっていう選択肢になってしまうんですが、まあ、この器用さも上げるね宝珠もあった方がいいとは思うので、まあ、今回紹介してないんですが、まあ、なのでこの2つを、まあ、ついでに取るっていうことと、これ始まりの聖女のお守りね、これ後でもちょっとこれご紹介するんですけど、この聖女のお守りも取れるので、まあ、こちらでもねいいと思います、スライムブレス。はい、続いて2つ一気にちょっと説明しちゃうんですが、鉄壁の攻撃呪文耐性、鉄壁のブレス耐性、これもねなかなかおすすめです。まあ 6% 各種ね 6% 最大上がるわけなんですが、鉄壁の攻撃呪文耐性、この宝珠プラス、まあ、装備によっては盾、体上、そして特技の負けっかいを合わせることによって呪文を無効化することができます。
そしてさらにはこの鉄壁のブレス耐性も装備によっては盾、体上、宝珠で、そして神刀滅却、この神刀滅却使わないでも装備によってはこのブレスを無効化することができますので、この2つはねかなりおすすめです。まあ、特にドラゴンクエスト10呪文とブレスをやるね敵多いので、それを無効化するダメージをゼロにするのはかなりでかいです。はい、まずは鉄壁のブレス耐性のおすすめモンスターがこちら、このダースギズモかな、こちら炎の宝珠を出れば鉄壁のブレス耐性確定となっております。鉄壁の呪文耐性のモンスターがこちら、この後ろにいるね鳥ね、ダークオルニス、はい、こちらが鉄壁の攻撃呪文耐性、赤の炎の宝珠か、炎の宝珠、まあ確定で落ちます。続いて水からなんですが、こちらこの忍耐の MP 回復 3% でヒダメージの 1% 分 NP を回復してきます。6レベルまで上げたら 18% でヒダメージの 6% 分回復します。簡単に言うとダメージを受けたら NP 回復しちゃうぞっていうようなね素晴らしい宝珠となっております。特に長期戦だとかバンマピラミッドとかモンスターがわらわら出てくるとこではかなり重宝する宝珠となっております。ポポリアキノコ山のこのファンキードラゴン、まあ僕はかなりねすごい思い入れの深いモンスターとなっております。ただ僕はこの忍耐の NP 回復こいつで取ってないんですけどね、ファンキードラゴくん、はい、水の宝珠確定で落としますが、このファンキードラゴもうおすすめなんですけども、こちらこの新デフェル荒野にいるこのホロゴースト、これね次で紹介する宝珠もついでに落とすんですよね、このホロゴースト、はい、忍耐の NP 回復、これ水の宝珠、逆境の三河市アップ入ってるよね、この2つ落とすので、まあこの次の紹介する一緒にね取る分にはこのホロゴーストがおすすめとなっております。はい、続いて、まあ、先ほども説明したんですが、この逆境の三河市率アップ、これだね、瀕死時 3% で三河市率が 30% アップとなっております。これをレベル6に上げると 18% 瀕死時でね三河市率アップされます。ただしこの 30% アップは変わらないです。三河市率が 30% 上がる、レベル6にして、瀕死時に 18% の確率で三河市率が 30% 増えるとなっております。まあ、三河市率がアップすることによって死ぬ確率がだいぶ減ります。まあ、このゲームとにかく死なないことを前提にしてるゲームなので、死ににくすくする方法がバトルで勝利するコツだと思うので、この三河市率結構大切です。で、取得モンスターが、まあ、先ほどお伝えしたホロゴーストで、両方ねこの忍耐の MP と逆境の三河市を取るのがおすすめです。そして続いて水の宝珠、まあ、他にも耐性があるんですけど、まあ、鉄壁麻痺、眠り、混乱、即死、毒、封印、幻惑、縛りといったものあるんですけど、頭と体下で、まあ、100にしやすいんですよね、こういった鉄壁の状態再生、まあ、もちろんあれば、耐性を増やすことができるんですけど、おすすめしたいのがこれ鉄壁の魅了ガード、特に初期のモンスター結構ね魅了してくるモンスターいるよね、まあ、ボスでもそうなんですけど邪神でもそうですよね、まあ、バトルマスターがね魅了されたら本当に阿鼻叫喚地獄絵図とかします。なので、まあ、魅了できれば防ぎたいとこなんですけども、まあ、防ぐ手立てがこれね、小さなメダルで交換できるぐるぐるメガネ、もしくは常闇のね、装備で手に入れるダークアイ、まあ、これがね合成したら最大 80% まで盛ることができます。まあ、とはいうものの残り 20% で魅了にかかってしまうので、そこに宝珠があると、まあ、最大 92% 防ぐことができます。さらにベルトがあれば 100% できるんですが、まあ、ちょっとそこまでいくとハードル高いよね。まあ、なのでこのダークアイもしくはぐるぐるメガネプラス宝珠があれば 92% 防ぐことができるので、魅了ガードの宝珠あればおすすめです。そんな魅了ガードのね、入手先のモンスターおすすめモンスターがこちら、ジラフマスターのね転生モンスターのジラフシスターとなっております。
確定で転生モンスターが出た場合は宝珠もらえるので、まあ、このジラフシスターが出た場合は 100% もらえる仕様となっておりますが、転生のモンスターね、奇跡と奇跡の香水ないんだよっていう方は、ドラゴンゾンビ、まあ、水がね2つちょっと落ちてしまうので、まあ、封印か魅了かっていう選択肢出ちゃうんですけども、な奇跡の香水ない方はこちらがおすすめとなっております。はい、続いて鉄壁の会心完全ガード、まあ、ストーリーやってる方、まあ、特にね初期のコンテンツもそうなんですけど、会心、まあ、いわゆる通行をやってくるモンスターが多い、まあ、さらに物理の会心だけではなく呪文の暴走、これをしてきた時もなんと防いでくれます、無効化してくれます。まあ特技で盾スキルでね似たような特技があるんですよね。会心ガード、守りを固めて通行の一撃のダメージをこちらは軽減してくるんですよね、軽減を。まあ、さらにアイギスもね、会心ガードの、効果も貼ってくれるんで、まあ、盾持ちの人はねこの会心ガードでダメージ軽減できることができるんですが、宝珠の場合だと盾を持ってなくても無効化してくれるんですよ。これ盾ない職も通用します、鉄壁の会心完全ガード。うん、まあ序盤のねストーリーとかクリアするときは結構痛恨が多いので、これはかなりおすすめとなっております。はい、鉄壁の会心ガードのおすすめモンスターがこちら、このストーンマン。まあ呪霊塔ですぐパッといるモンスターなので、ストーンマンね。はい、鉄壁の会心完全ガード、水の宝珠確定で、落とします。はい、続いて風の宝珠から、これ風はねかなり競争率が高い、まあ、すごいね重要な宝珠があります。うん、まあ、特にね全部持っておいた方がいいんだけど、まあ、その中でね選んで結果が、はい、まずは打たれ名人、これは絶対外せないね。被ダメージ軽減2することができます。全部で12のダメージを常に軽減してくれます。なので12以下のダメージはミスします、ミスね。さらに合わせてこのね スキル、各固有スキルのね、被ダメージ軽減10、そしてこちら装備の竜の鱗30を合わせて52のダメージを軽減することができちゃうんです。なので52以下のダメージは0にします。もちろん NP 吸収をしてくるモンスターいますよね、あれも NP に対してダメージを入れるっていうことなので、52以下の NP ダメージ軽減は全部0にしてしまうんです。なのでこの打たれ名人かなり重要な宝珠となっております。もうエンドコンテンツ行くのにもすごい重要な宝珠です。はい、そんなねモンスター、おすすめモンスターがこちら、オーガキングとなっております。少々ねちょっとやっぱ強いんだけど、打たれ名人の持ってるモンスター結構ねちょっと厄介なモンスター多いんだよね。まあその中でオーガキングは割と楽なのかな、ただ体力は結構あるけどね。打たれ名人の宝珠、まあ、さらにねダーティーラビッツもいるので、まあ、イダテンのね、宝珠を取るついでにね一緒にできてしまう、こちらでねオーガキング。さあ続いて外せません、これも勝ちどき MP 回復、敵を倒すと NP を1回復します。最大レベルで6回復します。たった6ですか高木ちゃんって思うよね。敵1体に対して6回復します。なので5匹いれば30の NP を回復することができます。例えばバンマの塔とか、まあ、ピラミッド、はたまたね、盗み金策を行く時にはかなり必需品、これをつけていくだけで NP をなかなか枯渇しない。バンマとかね、あれ他の人に比べて MP の減りが早いし MP 回復薬使わないと MP 足りないよっていう経験をした方いませんか。多分ねパーティーの方、そう減らない方はこれをしてるんですよね、勝ち時 MP。 さらには先ほどのね忍耐の MP 回復を合わせてつけるので、もうこれ MP 問題がね解消されるといったね宝珠となっておりますので、これはね必需品、勝ち時 MP 回復、特にバンマ、ピラミッド、盗み金策をする人は持っていった方がいい。はい、こちら
烈火の渓谷にいるダーティードール、まあ弱いし戦いやすいと思うのでかなりおすすめです。はい、勝ち時 MP の回復、風の宝珠を落とすと確定でもらえます。はい、続いて始まりのキラキラポーン、回戦時 2% でキラキラポーンがかかります。でレベル6にすると 12% でキラキラポーンがかかります。まあこれ注意点が戦闘1回しかかかることができません、回戦時のね。まあこれがかかることによって、例えばね、耐性がねちょっと足りなかったよ、耐性がねゴールドがなくて買えないんだよっていう方、これがあることによって僧侶さん一手がね少なくなることができます。この回戦時キラキラポーンがあることによって、まあ、コインボス行く時とかねちょっと状態上足りないんですけどっていうちょっとね不安な方は、このキラキラポーン、回戦時始まりのキラキラポーンがあると僧侶さんの一手が減らすことができるのでかなりおすすめ。まあ、ストーリーでも状態以上頻繁にやってくるボスがいますよね。例えばバージョン2の最後のボスでもね、あえて名前は言わないですけど、まあ、かなりの状態以上てんこ盛りでやってくると思います。そこでこのキラキラポーンがあれば、まあ耐性をね、一挙に無効化できます。おすすめモンスターがこちら、スカラベキング。はい、始まりのキラキラポーン、風の宝珠で確定で落とすことができます。続いて、一挙にね2つこれもご紹介します。復讐の聖女の守りと始まりの聖女の守り、まあ、いわゆる僧侶の特技の聖女の守り、即死ダメージを受けてもヒットポイント半分以上あれば、HP 値で生き残るといったねかなりチートの特技となっております。これをこの宝珠で確率でかけることができます。まずは始まりの聖女の守り、回戦時 2% で聖女の守り、そしてレベル6まで上げると 12% で聖女の守りがかかります。はい、さらには復讐ね、これよくね味方が死ぬ、まあ、コンテンツだとかなり重宝する宝珠となっております。味方が死亡すると、まあ、3% で聖女の守りがかかります。全部で18% の確率で聖女の守りがかかります。まあ、この両方できれば欲しいところ、この聖女の守りね。で取得モンスターが先ほど言った先見のガンを落とすスライムブレス、この子がついでにこの始まりの聖女を落としますので、できればね先ほどの逆境の三河市と始まりの聖女両方ともねこのスライムブレスで取っておきたいところ。復讐のね聖女の守りの宝珠を落とすモンスターがモモンジャ、これがおすすめなのかな。モモンジャ、まあバージョンこれ4になっちゃうんだけども、復讐の聖女の守り、風の宝珠1個落とすと確定でなっております。バージョン3の時点で手に入れることはできます、こちらね、首狩り族なんですが、まあ、風の宝珠2つ落とすんですよね、復讐の聖女の守り。まあ早く欲しいんだよっていう方はこの首狩り族でね狩るのもありかもしれません。さあ続いてこちら風の宝珠最後となっております、始まりのチャージタイム短縮、これがめちゃくちゃ強い。うん、回戦時 2% でチャージ時間10秒でレベル6になると 12% で回戦時ねチャージマイナス10秒となっております。こちら CT のねスキル、各種ね特技ね、この全部ね職業のこういう CT 技がある特技を回戦時ね10秒マイナスしてくれます。うん、なのでちょっと強力なねスキルがね早めに使えるかもしれないといったね宝珠となっております。さあそんなねチャージ短縮の宝珠のおすすめモンスターがこちら、フォレスドン。はい、始まりのチャージ短縮、風の宝珠を、落とすだけで確定となっておりますが、さらにねこの後紹介する雄たけびの技巧、これもフォレスドンで落とすんですよね。なのでこの2つ取れるのでフォレスドンがおすすめとなっております。鉄壁の怯えガードも取れるね、フォレスドン結構いい宝珠落とすよね、そう考えると。そして次光の宝珠、これも先ほどちょっと説明したんですけど、基本的に光の宝珠って固有特技
に対しての宝珠となっておるんですが、まあ、その固有特技前職でね使える特技があるんですよ。まあ、その中でもおすすめな宝珠がこの雄たけびの技巧、さらにはねちょっとね一緒にご紹介するんですが、このボケの技巧となっております。雄たけびの技巧が、成功率 30% 最大まで上げることができます。うん、まあ雄たけびとかボケって結構、まあ、バンバのもそうだけどコンテンツでね使えるんですよね。まあコインボスでも、雄たけびキックボスいたり、まあ盗み金策でもねかなり重宝する特技となっております。この両方特にまあ両方とも、一旦ね行動不能にするっていうね特有を持ってるんですが、さらにボケはテンションを上げることができます。なのでテンション上がって強力な一撃スキルを打って敵を一瞬でね殲滅するといったことができるので、この雄たけびとボケかなり重要となっております。まあ、特にこの技巧があればかかりやすい成功率がアップするといったね宝珠となっております。で雄たけびの技巧は先ほどね説明したフォレスドンから落ちます。なのであのフォレスドンをね買ってください。そしてボケの技巧が闇の変国、まあ、バージョン3の闇の領海の入り口もすぐなんだけど、この亡者の人玉が持っております。はい、光の宝珠が落ちると確定でもらえます。はい、そして最後になりますがこちらね、神道滅却の瞬きクバーハの効果を2段階一気にねつけることができます。まあ、とにかくこのドラゴンクエスト10ブレス攻撃をしてくるモンスターがめちゃくちゃ多いんですよ。うん、なので、まあ、ブレス耐性をつけたりさらに呪文とブレス両方使ってくるモンスターがいるんです。なので呪文耐性を装備で上げて神道滅却でブレス耐性を上げるといったねことも必要になってくるので、この神道滅却の瞬き、まあ、まあ瞬きっていうのは特技の発動を早くしてくれるといったね効果があります。この神道滅却の宝珠の瞬きを入れるのと入れたいのとはかなりね発動が違います。まあ、これがなしの状態です。これがありの状態です。まあ、こんだけね発動率が違うので、まあ、敵のね隙をついて、まあ、やることが多いと思うんですが、まあねその発動がね遅いか早いかによっては敵の行動を避けれるか避けれないかっていうのに関わってくるので、この滅却のね瞬きは結構おすすめとなっております。はい、その神道滅却を取れるモンスターがこちら、このモヒカントくん。これね一番早くてこの偽りのレンダーシアのレビュール街道南と北にいるんですが、ただしねサプライズラッシュの極意と神道滅却、この2つのね光の宝珠を落としてしまうので、まある程度ね取っておかないとちょっとね怖いかな。で他にもね取れるモンスターがいるんですよ、この神道滅却ね。ただ、まあ、太鼓の主もちょっとねめんどくさいっていうか体力があるし、スカルゴンも結構強い、そしてバザックス今日もバージョン5までいかないとちょっと取れないんだよね。まあ、なのでこの4匹の中で一番のおすすめはモヒカントかな。はい、ってことで今日はですね初心者さんにおすすめなこれを持っておけば大丈夫っていうね宝珠をご紹介しました。まあ、冒頭でも言ったんですけど、正直ね宝珠全部持っておいた方がいいです。うん、いらない宝珠っていうのはないんですけども、まあ職業によってはねこれ絶対やらないからね使わないっていったものが個人的にはね多分あると思うんですが、基本的には宝珠はねステータス上げたり、まあ、特技のダメージを上げたり呪文の詠唱速度を速くしたりバフをつけたりいい効果をつけたりデバフをつけたりといったすごくね、まあ、戦闘を有利にするようなものなので、できるだけ取っておきたいところ、うん、まあ、なんですが、まあ、特にね、これを持っておいた方が楽になるよっていったものをね今日はご紹介しておきました。はい、今日ね紹介した宝珠は全職業を通してかなりね重宝使えるようなね宝珠ばかりなのでね、よければ参考にしてください。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いいたします。
また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。